いや、結構しっかり買ったのにむっちゃ草生えとるやん。振り出しやん。これ2週間ぐらいで草ボーボーです。え？皆さんこんにちは、ダイバーセンスの小太郎です。はい、助手の日向です。草が生えております。はい、めちゃめちゃ生えてる。あのさ、やっぱ、はい、時期なんだろうね。すごいっすな、雑草力ってね。買っても買っても、はい、これでも買ってぐらいのスピードで草が生えてきて、はい、ただね、まあ、前回言った通り休憩所、はい、今回も作っていこうと思います。で、この草をまず買って、はい、休憩所を作るという感じですね。はい、ただ今日は結構衝撃的な内容になっておりますので、ちょっとまあ楽しんでください。わかりました。じゃあここまで一旦草刈りして、なんで他の方は草集めてレベルを合わせてもらって、はい、やりましょうか。はい、はい、というわけで草刈りが完了です。ここに、休憩小屋を設置していきます。さあできるのか。もう今ね、休憩時間もめちゃくちゃ暑いので、もう日陰を探して回ってますけど、これができたらね、休憩も楽ちんだね。さあ引き続きやっていきましょうか。ここまでできました。恵みが終わって、ただいま屋根付けの作業をしております。天板の上に乗って危ないですね。形からマジめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいじゃん、この雰囲気。いいね、めっちゃかっこいい。あー、いいね。それネジの問題な。黒？いや、これで大丈夫です。え、俺の問題？あ、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 ポーズ。なんて？ごめんなさい。あ、もうまた落ちて。お前。あ、何しろ。19歳。これこの引きの方が面白いよ。でも早くも純喜2本目入りましたよ。また落としたよ。ネジ落としに関してはかなり定評があるね。純喜バレ早くなるよ。なんかこの絵的にはヒューゴめっちゃかっこいいんやけどね。あのやりよる感じの雰囲気はすげえかっこいいよ。来ましたよ。はい、いいやつできましたよ。ここから、はい、ここから、はい、なんですが、はい、説明しろ。
あの僕らは今農地にあの休憩所っていうのをこう建てたんですけども、なんとですね、あの僕らも知らなかったあの農地法という法律か、そういう決まりがありまして、あの農地にあの建造物を建ててはいけないっていうことが発覚しました。だって最初それもさ、あれ調べてさ、はい、もうこれだったら大丈夫みたいな、はいはいはい、話だったじゃん、はい、一応農地法みたいなのは調べたてよ、はい、で、いけるみたいななって、はい、でもやっぱりダメですって。ちょっと、お役場の方からもう、というわけで撤去です。はい、あれ、撤去します。はい、農地法の兼ね合いでこの休憩所許可がおりませんでした。よってですね、ただいまの解体作業をしております。大変悲しいです。久保さん、気持ちはいかがでしょうか。あ、僕ですか。はい、学祭の終わった後、全部解体するの何も使ってないけどね。ただ練習したみたいな。どうにかならないんですか、池田さん。え？なんで？まあ勉強になりますね。細かい動力はね、農地法すごいね。怖いね。大変ですね。ああ。移した場所にもっといいものが、いいものを作らんといけないね。ですよ。ですよ。確かに。ね、最高の天気の中でね、ただいま解体作業をしております。素晴らしい青空、そして素晴らしい太陽。悲しい解体届けております。頑張れ。いやー、作ったものを使わず解体、はい、結構あれでかいんだよ。そうですね、結構大変ですもんね。一回も使わず、はい、何をあそこに時間を費やしてたんだという、はい、まあ、まあ、ね、いやどうかね。そうですね、あの休憩所もない。休憩所いるよ。あんな暑い中で作業してたか。あんな暑い中でバリ必要やろ。もうね、どうでしたか、あの、はい、製造から解体まで、ちょっとこう作業的なところでいくと、作る時には、うん、あ、結構まだ比較的涼しかった、まだすごい暑かったんですけど、で、解体の時はめちゃめちゃ暑くて、うん、上を向いて作業するのが、あの太陽の爪を感じて伸びてるから、めちゃめちゃここら辺わかるかしららしかった。手の落とすのにも適用です。この草むら、ここがどうやらプラットらしいので、ここに休憩所を作っていこうという話になりました。もはや森やん。ここやね。あの映像に出た、うん、純喜と僕、うん、年も生まれた日も一緒です。すごいよね。本当にびっくりしました。あ、生年月日全部一緒でした。そうね。奇遇。